ジャレット・キャノニアは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。テキサス州ダラス出身。レガシー柔術、アラスカ、MMA ラボ所属。UFC 世界ミドル級ランキング3位。2011年6月19日、プロ総合格闘技デビュー。ローカル団体で7戦全勝の戦績を残す。2015年1月3日、UFC 初参戦となった UFC182 で、ショーン・ジョーダンと対戦し、右フックでダウンを奪われ、パウンドで 1RKO 負け。2016年4月10日、UFC ファイトナイト、ロースウェル vs ドスサントスで、シリル・アスカーと対戦し、左フックでダウンを奪いグラウンドの肘打ち連打で 1RKO 勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年12月3日、ライトヘビー級転向初戦となったザ・アルティメット・ファイター24フィナーレでイオン・クテラバと対戦し、3-0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年2月11日、UFC208 でライトヘビー級ランキング3位のグローバー・テシェーラと対戦し、0-3の判定負け。2017年12月16日、UFC on FOX 26で、ライトヘビー級ランキング15位のヤン・ブラホビッチと対戦し、0-3の判定負け。2018年11月3日、ミドル級転向初戦となった UFC230 でミドル級ランキング7位のデビッド・ブランチと対戦し、右ストレートでダウンを奪いパウンドで西子勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年5月11日、UFC237 でミドル級ランキング14位の元 UFC 世界ミドル級王者アンデルソン・シウバと対戦し、右インローキックで一四股勝ち。2019年9月28日、UFC ファイトナイト、ハーマンセン vs カナニアでミドル級ランキング5位のジャック・ハーマンソンと対戦し、タックルに合わせたカウンターの右アッパーでダウンを奪い、パウンドで西子勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞し、ミドル級転向後3連勝となった。2020年10月24日、UFC254 でミドル級ランキング1位のロバート・ウィテカーと対戦し、0-3の判定負け。2021年8月21日、UFC on ESPN、カナニア vsガストラムでミドル級ランキング9位のケルビン・ガステラムと対戦し、3-0の 5R 判定勝ち。ありがとうございます。